川場スキー場は、群馬県利根郡川場村に位置するスキー場。現在の運営会社は、日本スキー場開発株式会社のグループ会社、川場リゾート株式会社。スキー場直結の立体駐車場左、高主ダウンヒル、中間、クリスタルコース右、無名法ダウンヒル日本百名山の一つである、ホタカ連邦の高種山の南斜面に面した、ゲレンデである。 近隣の丹原スキーパークやスノーパルオグナホタカと同様標高が高いため、良質の雪が降る。標高が高く、雪量も多いため、以前は例年4月下旬まで春スキーを楽しむことができたが、2016年現在は4月上旬でクローズしてしまうことが多い。また、風が強いことが多く、リフト運行休止になる確率が比較的高い。ゲレンでは、 山独の川橋手を頂点とする線形に配置されている中上級者コースの比率が高くロングコース主体であるクリスタル桜川とつないで標高差580メートル最長3300メートルのロングクルージングが可能一方森林伐採制限のためコース幅が全体的にあまり広くない人工モグルバーンが常設されているショートステイ型スキー場である 本スキー場に隣接した宿泊施設はない。リフト券も2日券など複数日の設定はない。またナイター営業は行っていない。沼田インターチェンジから1 7トルと交通アクセスが良いため、週末などは混み合う。スキーセンター直結の立体駐車場を完備している。2007から2008シーズンより駐車場が全日無料となった。スキー場までは 急な山道を登る必要があるが、山独の道の駅田園プラザ川場から、無料送迎バスを使うこともできる。川場式から、白鳥エクスプレスを利用するコース。川場式から、桜川エクスプレスを利用し、川場式に降りてくる比較的フラットなコース。このコース沿いの箇所にスノーパークが設置される。またこのコースのエントリー部分の一部を区切り、なんちゃってスノーパークが設置される。 白鳥スカイラインから桜川コースへとつながるコース。白鳥スカイラインとシャミ・ダウンヒルは別のコース名になっているが、分岐はなく実質的に一本のコース。シャミ・ペアリフトが動いていた頃の名残でこうなっている。白鳥エクスプレスからのもう一本のコース。スキー場中腹のレストハウス、パノラマハウスへ降りてくる。スキー場によれば、カラマツの中をゆったり滑るコース。 無名砲トリプルを利用するコース。コブ練習用。無名砲トリプルを利用する。もう一本のコース。人工モグルバーンが常設されている。コブ上級者用。クリスタルエクスプレスを利用するコース。ホームスキー場のメインクルージングコースであり、2000メートルの距離を焦がないと止まってしまうような感謝面なしに一気に降りてくることができる。クリスタルエクスプレスを利用する。もう一本のコース。 林間を曲がりくねりながら降り、クリスタルコースに交流する。林間手前で、部斜面を降りる分岐がある。コーシュペアを上がる、コーシュスカイラインの迂回コース、クリスタルコース側へ降りられる。コーシュペアを利用する上級者向け不正地コース。一部に冷圧設のパウダー開放ゾーンがある。クワットリフト3機、トリプルリフト1機、ペアリフト1機1階から6階が立体駐車場になっている。 川場スキー場自慢の8階建てスキーセンター、リフト券売り場インフォメーションレンタルショップスクール、更衣室、各種ショップ、各種飲食店がある。用具の雪落としのためのエアガンが用意されている。スキー場内中腹に位置する。1階は喫茶、2階はカフェテリア式レストラン、上越線沼田駅からタクシーで約45分、関越自動車道沼田インターチェンジより、 国道125、約17キロメートル沼田、インターチェンジを利用するスキー場の中では IC から、最も近いが、ふもとから、スキー場までは、標高差が700から800メートルほどある。ふもとの道の駅、田園プラザ川場に駐車し、ここからのシャトレバスを利用することもできる。ありがとうございます。